パラです。チェロです。パラチェロです。はい、ラグナドやっていきましょう。いきましょうかね。今回はね、お知らせがたくさん来てましたので、ちょっと見ていきたいなと思います。はい。まずはね、この鬼教官 EX トレーニングですね。うん、トレーニング？うん、チャレンジ1、2と追加されたんですけどね。うんうん、チャレンジ1さっき僕クリアしたんですよ。早いよね。うん、チャレンジ2がね難しいよ、うん、あ、そうなんだ。強かったよ。怖い怖い怖い。今んとこ 2,3 回行ったけど 2,3 回ともやられた、うん、え、チェロさんでやられたんだったら推奨容量が21万円だね。無理無理無理。あ、マルチソロ専用、やったと思う確か。あ、そうなんだ。うん、ちょっとね試行錯誤してクリアできたらなんか紹介したいなと思う、うんうんうん。まあ、こんな感じでなんかちょっと挑戦しても勝てない、でも工夫したら勝てるみたいな、うん、ちょっと周回とは違うこういうボス的なのって毎回あると楽しいよね、うん、まあそうね。うん、まあちょっと今回倒せる気がしませんけど、ちょっと試行錯誤していきたいなと。ちょっと気になりますね。うん、であとは、かけら集めっていうのが始まりますね。25日の土曜日から7月10日の日曜日までというところで、まあいろいろもらえるみたいなんでね、まあいつもの集会かな、これを参加してちょっといろいろ集めていきたいなというところですね、うんうん、そうですね。でね、アップデートついにね7章全編が開放と。おお。ということで、まあいろいろ追加されるんですよね、うん、千本鳥居とか希少種とか、うんうん、あとつくもとかね、キャラボードももちろん開放されますよっていうところで。おお。うん、まあノーマルの3章から8章の難易度緩和、うんうん、ちょっと簡単にしましょうねというとこだったりとか、あとは滝行のレベル上限解放と。お、これはどうなるんだろうね。あ、レベルアップで気合注入の時間延長、今多分12時間が最長だっけ、11時間59分かな、違うのかな、それぐらいだよね。だよね、それが伸びると、うん、これ嬉しいな。俺いつも ね気がついたら終わってんだよね。そうそう、まめにねちょっとチェックしとかないとって感じだよね。なんか時々自分のさ、うん、こう本当のリアルの時間とこのゲームの時間違うくねって思うぐらい早く終わってる時ない？あれみたいな、8時間って書いてあるのになんか3時間ぐらいで終わったみたいな気分の時がうーって思うよね。まあまあまあ、そうね、それがちょっと緩和されるっていうことですね。ありがたいですね。多分それになったらなったでうーってまた思うやろね、長くなったタイミングで。あ、そうだ。でも24時間、いや、わかんないわかんない、延長としか書いてない。あ、そっかそっか。うん、はい。で最後には掛け軸ですね。うん、新しい掛け軸が来ましたと。とうとう来ましたか。そうですね、来ましたね、よかった。前回あの武器掛け軸ガチャってなってたからさ、うんうん、あ、もしかして掛け軸来ないんじゃねえのって思うよったら、うん、ちゃんと来てくれましたね。まあ、よかったです。大体セットですよね。うん、いや、よかったよかった。で、今回が白バラアリシリかな、うん、これも白バラ、うん、これも150が天井と。うんうん。でアビリティとしては、味方全体スキル威力増加 2.5%、貫突で 5% と、うん、で、ゼロ光発動、必殺技使用時に、うん、攻撃前に自身に物光バフ4、貫突で物光バフ5、これは強いですね。もうこれあれですよ、我らの紐教官のためのね掛け軸来ましたよ、やっぱりね。来ましたね、やっぱりですね。まあ、これ僕全力でいきます。でもね、これね、うん、まあ鬼教官のためのって言ってるけど、うん、結局その争奪戦とかさ、殲滅戦とか、うん、こうなんだ、レイド的なやつとか、まあ、もちろん地獄アリーナとかでも使えると思うけど、こう一撃必殺的なね、うん、に使えるから、まあ全然普通の他のキャラでも流用効く掛け軸だと思うし、すごく強いと思うよ。まあ物理系によるけどね。魔法の人はちょっと残念な感じではあるけど、まあ、物理の人たちにとってはすごくいい掛け軸かなっていうところですね。まあでもみんな物理魔法とりあえず一体はいるのではないですか、うん、まあいるけど育ててるかどうかっていうところやね。まあね、俺もだって言うて青坊主さんでちょっとんって思いながら、おこれはってちょっと引っかかったよ。あ、物理育てようかなみたいな、あちょっと由来だよね、ガラガラってちょっと揺らいだよ、うんうん、ただここでやっぱ俺は魔法だと思ってグッてこらえたよ、うん、で鬼教官さんが実装されてもう全部バッて持っていかれた物理に。ああ、
引っ張られましたか。そうそうそう、まあ、っていうのもね、結局最終なんて言うんだろう、うん、行部さんとか主天道寺さん出たら物理に行っちゃうから。そうね、そうそうそう、遅かれ早かれよ。だからもう準備してた方がいいってことだよね。そうそうそう、いつ来るか分かんない行部さんのためにね、1年後かもしれないし、うん、明日かもしれないし、そうね、ちょっと分かんないけどね、ちょっと準備ということも含めて今もう結構全部開けたよ、ほぼほぼ。うん、鬼教官さんはね、さすがですね、うん、で次が秩序を与えようと。トラさんにも秩序をちょっと与えたい時があるけどね。いやー、こちらのセリフですよねパンイチでゴミ捨てに行くなんてね、どういう秩序してるんですかねだから何回も言ってるじゃん、みんな、あ、そう、みんなに誤解を解きたかった、認識にね、誤認があったら元気さ、うん、みんなパンイチパンイチって聞くとさ、うん、えって思うと思うけど、あの訂正したいのが、あのブリーフじゃないです、トランクスです、ここ重要だいぶ違うよ、雰囲気、まあまあまあ、そうそう、違うよね。ブリーフって、え、パンチって思った時に、うん、ブリーフを想像された方とトランクスを想像された方2種類いらっしゃると思うんですけど、もしくはボクサーっていう、ね、そう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 、まあ、ブリーフブリーフじゃないっていうところだけはちょっとお詫びと訂正を含めてね、この場でちょっと釈明させていただきたいな。そうですね、ブリーフで走り寄ったら俺もいけんと思う、さすがに白いブリーフね。そうそうそう、それはいけん、俺もいけんって思う、うん、ただトランクスだとワンチャン海パンだったりとかさ、こう短パンに見える瞬間があるよね、はい、あまりの速度の速さによってね。まあまあまあ、うん、だからそこはね、まあまあちょっとブリーフじゃないよっていうところだけちょっとお伝えしながら、次のね、この秩序を与えようという掛け軸をちょっと紹介したいな。そういう話、このね、オート時スキル選択時間短縮 30% っていうのが、うん、結構いいかなと思って、まあオート周回するじゃん、うん、結構、うんうん、まあ、そこの時短に努めれますよっていうことだから、うん、結構これいるよね、オート周回時これセットしとこうみたいな、ね、だってオート周回時って別に強い掛け軸じゃなくてもクリアできるからオートにしてるわけだからさ、うんうん、そうね、これ必須掛け軸になってきますよね。あー、そっか、うん、ただまあ掛け軸じゃなくて機能として実装してよって思うけどね。そうですね、多分みんなこれ見た時思ったと思う、いやいや掛け軸みたいないやアップデートしようみたいな 30% ぐらいアップデートしようって多分みんな思ったと思うよ。あ、そっか、そうそうそう、まあオートのさ機能実装でバーンってみんな、うん、さすが運営、うん、で梅雨時期のご先行でうわすげえ運営神やバーンがあって、うん、この実装で今ガーン下がったよ多分、うん、そんな下がるそんな下がっちゃうこれ。いやこれだって機能だからね。あー、まあ言うたら、まあね、うん、これを掛け軸で補填させるっていうのはちょっと運営今ちょっと天狗になっとったかもしれないねみんなが喜びすぎてブオーンチこうピノキオみたいにビヨーンチ伸び寄ったのが今ポキン折られたけ、そっか、またちょっとね、あの僕らと一緒にお互い気を引き締めながらねやっていきたいなと思いますよ。そうですね、はい、ということでね、まあ、今回引くか引かないかっていうと、うん、物理の人たちは引いた方がいいかなと思います。うんうん、で物理じゃない人たちもこの秩序を与えようだけは引いといた方がいいかなと。まあオート周回絶対するから、そうね、これだけゲットするために、うんうん、まあ、10連を回しとった方がいいかなと。そうね、うん、で物理の人たちはプラスで、まあ、この白バラ、うん、これを引いとった方がいいかなって思うけどね。あの殲滅戦闘、まあ結構何にでも使えるし、うん、別にあの鬼教官じゃなくても全然使える掛け軸だから。そうだね、うん、まあ、殲滅戦とか争奪戦俺も基本あの鬼教官で行こうと思ってるから、まあ、必須かなと思ってちょっと全力で引きに行きます。おお、それは楽しみですね。はい、ということでね、土曜日昼からということで、うん、裸全裸待機でね、うん、あ、いやパンツを履いてね、パンイチ待機でパンイチ待機で行きたいなと思います。そうですね、はい、では今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。